さて続いてご紹介する企業様なんですが、ミシェルさんは、人生の中でいろいろ決断をしなきゃいけない時ってありますよね。はい、ありますね。どうされてますか？大きい決断からね、小さなものまで悩みますよね。だいたい最後の2つまで何かを選んだら、あとはどっち選んでも一緒っていう感覚になります。常に。もう最後2つまでいったら、2つまで絞り込んだらあと OK、 どっち選んでも OK だから好きな方を選ぶ。なるほど、かっこいいですね。よかった、たまには答えられることもありますね、はい、さて次にご紹介するのはですね、はい、千葉県のある町を盛り上げようと決断に踏み切ったこちらの企業様です。我が国の成長と私たちの暮らしを支え続ける建設業、さまざまな地域に豊かさをもたらし、不況と呼ばれる近年でも数多くの雇用を生み出す大きな産業としても成り立ってきた。そんな社会に欠かすことのできない重要な役割を地元の仲間たちと共に築き上げる男がここにいる。株式会社片山組代表取締役片山秀明。人口はおよそ6万人だが、財政力指数では県内上位を誇る千葉県袖ケ浦を舞台に活躍を広げる片山組。人々の生活を支える原点、建設業を事業の柱に、地元を愛し発展を実現するため止まることなく日々奔走を続けている。今回は地元袖ケ浦で創業20年を迎えた片山秀明をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。株式会社片山組代表取締役片山秀明様です。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。一番最初に起業されたきっかけってどんなことだったんですか？そうですね、最初は一部上場の大きい会社に勤めさせてもらったんですけど、名古屋の方で、でも君津の新日鉄の方に戻ってきまして、の子会社だったんで、そこでそういう建設業とか建築なんかの仕事のそういう、ね、上下関係っていうのが分かるようになってきた時、自分でもその昔抱いてた社長っていうね、あれも心に残ってたんで、それで19の時に仲間をまだうろちょろしてましたので、いっぱい、はいはい、じゃあちょっと自分がやるからみんなついてきてくれと。19の時に19に、はぁ、はい、やらさせてもらいましたね。19は右も左も、あ、でも経験はあったんですね、その前の名古屋の方の。その、普通のその時は作業員とか技術者だったので、その上下関係でなぜこの会社なのに違う会社の人がいるのかなっていうのを学んで見ていく中で、そういうシステムがあるんだなっていうのが分かってきたところで、周りの人なんかと協力を得ながら、じゃあもう行くしかないなと、はい、へー、思い切りましたね。でもね、思い切りましたね。親は泣かれましたね。心配されたでしょうね。されましたね。そこにいようとは思わなかったですか、ずっとその、もう使われるより使いたい、あ、なるほど、やろうと思ったら、もう先が見えちゃったんですね、逆にね。そうですね、はい、ずっと使われるのは使われるかなっていう、でもその会社勤めされてる頃にたくさんの資格をお取りになったんですよね。あ、そうですよね。もう普通の建設的な、ね、建設業やってる人なら持ってるような資格とか、あとは、クレーンとか運転する免許とか、はい、そういうのをその1年で取らせてもらって、今もいろんな資格をどん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 取らし、自分で勉強してチャレンジは常にしてる感じですね。かっこいい。いやいや、なかなかね、でも起業なさってな、そっからいい感じで来たんですか？それ大変でしょ、最初19歳の時から。どんなご苦労が。ああ、そうですね、最初始めたばっかし、やっぱお金もないっていうのもありまして、3万円と2万5千円ぐらいのアパートを借りまして、はい、そこに住んで、その時はもうずっともやし、その時はもうスリムだったんでね、はい、もやし生活で、まあ、もやしじゃ興奮なんならないですね。失礼しました。そうですね、どんな味したらご飯に合うもやし料理がつく、ね、できるのかっていうのを考えながら、その時いた若い連中といろんなね、やっぱキムチの素が一番だったなとかね。あ、なるほどね。そういうのをずっとやらさせてね、食べて、本当お金がなかったんでね、そういう苦労から始まった。あと若いので、みんな自分が19なので、そこからしたの19、18とか17ぐらいの若い子がいっぱいね、10人、20人とかいたスタートだったので。作業現場で働くんですか？そうですね、最初はもうそこから勉強しなきゃいけないと思いまして、
でやらさせてもらったんですけど、まあ朝起きない、起きない、いなくなる、いなくなる、連絡が取れない、もうね、いないって探したら押し入れに隠れたりするんですよ。あ、そんなとこ隠れんなら仕事行けばって、あ、まあ、そういうようなのね、やっぱなかなかね、起業をしたいっていう夢をもう昔からお持ちだったんですか。そうですね、はい、まあ、それも小学校の時ね、まあ、あの卒業文集かなんかに将来の夢とかみんな書くと思うんですけど、そこで僕はあの社長になりたいと書かせてもらって、それまあ今ちょっとうちのおじいさん亡くなっちゃったんですけど、自分がねある程度大きくなった時に持ってきて、お前はねって中小学校の時の文集でこうやって書いたのを本当にあの叶えてすごいなと、あのね、じいさんからしてもあのお前が何するかわからないから逆にそれが楽しいって言ってくれて、常にいろんなことをチャレンジしてたので、そういうことをね、亡くなったじいさんがいつも言ってくれてね、本当あの力になったし、唯一っていうね、あの一生懸命支えてくれた、本当もね、今思い出すと涙が出てくるところもあるんですけど、助けてもらいましたね。19歳で独立されて、はい、今創業20年とおっしゃってましたけれども、はい、ということはあのリーマンショックも経験されてるんですよね。そうですね、リーマンショックとか、まあ、バブルはちょうど中学生ぐらいだったんで味わってないんですけど、ね、まあ、リーマンショックでその、ね、いろんな工事だ受注だってなって、まあ、あの運がよく自分なんか その業種にはそんなに当たることはなかったので、まあ、そういった元請けさんとか仕事関係で大きな波っていうのはなく、ただ内輪でちらほらあったぐらいですかね、なんか大きな節目とかが。でも現場でも想定外のこともいろいろ大変なこと起こると思いますが、そうですね、今大変だったなって思うことってありますか。いや、まあ、なんせあの現場まで行くのにその通勤する途中も若い子は運転していったりとか交代で行ったりするので、まあ、あの事故があったり、通勤途中の事故、そういうのがあるともうびっくりしちゃって、あの、ね、茂原の方の現場に行ったのに、はい、それこそ君津の中央病院から電話かかってきたりとか、あれってそんなところにうちの人間行ってないなと思ったら、まあ、実は事故してドクターヘリで運ばれてったんだとか、そういう大きい事故もびっくりしちゃいますよね。今スタッフの人数は何人ぐらいいらっしゃるんですか。そうですね、今うちの会社、まあ、あの2階が寮とかになってますの で、 へ、はい、で自社の人間が今30人ぐらい、そして今北海道の方にも、北海道にもあるんですか。はい、支社がありまして、で北海道って皆さん想像してもらうと分かるんですけど、そうですね、10月から4月ぐらいまで仕事があんまりできないんですよね、はい、もう雪だし凍ってるし、はい、そうなんですよね、そういうのもあるので、その時期にあっちのうちの子会社とかあっちの、ね、外注さんなんかにこっちに出てきてもらって、上に住んでもらってこっちの工事を手伝ってもらうとか、そういうサイクルをうまく、はあ、北海道は選ばれて北海道なんですか。そういう需要があったからなんか、あ、はいはいはい、なんか縁で、その北海道の最初の縁っていうのも、北海道の札幌市とか、はい、いろんな市からビジネスマッチングみたいなのやりたいから、うん、こっちの千葉の業者さんでこっちのそういうの来てくれませんかっていうのが、うん、そうですね、10年前ぐらいにあって、うちなんか行ってみたんですよ、はい、まあ、あっちでそういう会社を立ち上げるメリットとかもいろいろ分かってきまして、うん、そういうのが縁でやらさせてもらって、まあね、あっちで取引してる会社なんかもみんなこっちに来てもらったりしてますね。なるほど、なるほど。続いて地域の貢献にも力を入れているという片山に、その活動内容について詳しく話を聞いた。片山社長は建設業界から始まって、はい、今袖ヶ浦の地域貢献にまで発展されてますよね。まあ、していきたいとね、どんどん思ってるんですけど、先ほども話したと思うんですけど、まあ、財政的には豊かだと。でも、まあ、自分の考えなんですけど、お金使うところないんですよ。袖ヶ浦が裕福だっていう、いや全然それは素晴らしいことでいいんだけども、はいはい、想像がつかないんだよね。そうなんですよね。居酒屋さんもチェーン店が1店舗、チェーン店の居酒屋さん大手がしかないし、カラオケも1つしかないですよね、カラオケボックス、うん、1つですよ。映画館もボーリング場もない。あ、で、あの人口 の、 あの高齢者の比率もどんどん上がっていってると。そうなりますよね。でもね、でアクアラインができたので、はい、若者はみんな都内なんか出ていくと。あ、そういった中で、まあね、空洞化現象が起こりつつあるのかなと思ってるんですけど、これじゃまずいなと思って、まあ、いろんなことを考えて動いてるんですけど、まだちょっとなかなか知識はね、そっちの方が足りないので、これからの課題で今考えてます。社長
自らのお、はい、仕事自体は袖ケ浦にもあるんですか。まあ、会社が今3社ぐらいやらさせてもらってまして。袖ケ浦ね。はい。ああ、そのいろんなジャンルの。そうですね、まあ、建設業が今今回の片山組、はい、とあと、飲食業も。あ、もうやられてるんですか。はい、やらさせてもらってます。ひらめいちゃったんだな俺。そうだやっぱりそうですか。はい。で、まあ、ラーメン屋さんやったりとか、 あとまあちょっとね、いろんなところで使えるような飲み屋さんも何店舗か作ったりとかないので、自分のところしか。もうすでに地域貢献始めていらっしゃいますけれども、今その袖ケ浦の住民の皆さんはどういうものを求めているかなって思いますか。はい、そうですね、まあ、自分がね、40年近く過ごさせてもらって、特に変わることを望んでないような気がするんですよね。潤ってるので、はい、潤ってる。なので、だから自分みたいな、ね、新しい考えを持って立ち上がっていくと、その賛成派と反対派が分かれた場合を反対の方が多いのかなとはちょっと感じちゃって。外からの人を受け入れるっていう、外からじゃ入ってきて今現在に至るっていう人が多かったりはするんですか。はいはい、そうですね、その魅力ある市なので、はい、保育料なんかも安かったりするので。なるほど。いろんな市からは来るんですね。人口は増えていってますね。あ、なるほどなるほど。で、袖ケ浦は待機児童が今ゼロだと思うので。そこか。はい。なんかますます人が集まりそうな、ね、そうね、感じがしますよね。魅力ある町なんです。これから具体的にこういう町にしたいっていうのを教えていただけますか。やっぱし育った若者は出てくるのは、それはね、人生なんかでいいんですけど、最後は袖ケ浦で迎えてほしいんですよね。いや、あの町が好きだからね、まあ、都内にみんな来て家庭を持ってあれしたけど、ね、実家ももういなくなっちゃうから戻ってきてここでやって、やっぱ袖ケ浦いいなって言える町にしたいので、その辺を目指すためにはやっぱ何もないさすぎると、その子供らがやっぱね、ずっと田んぼで遊んでるわけにもいかないんで、はい、そこをね、目指していきたいですね。袖ケ浦を魅力ある街に、そんなチャレンジ精神を持ち続ける片山はさらなる展開を進めていた。今ちょうど今年で、ね、創業20年になるので、ちょうど20歳からやって、仲間もみんな今40なので、会社の主な連中が50、60ってなるまで会社は続けていくような体制を取って、それでまあある程度その最初から始めてくれた一緒にやった人たちに楽を、そろそろ本当もうね、大変な24時間一緒にいるような連中のそろそろ次のステップアップと、そういうこともね、考えていけるような会社にしていきたいなとは思っておりますね。素晴らしい。本当ですね。愛情を感じられるね。温かいね。地元袖ケ浦に密着し、実績と信頼を築き続ける片山秀明。そんな男が胸に留める格言とは。まあ、先ほどもね、ちょっとうちのじいさんの話したと思うんですけど、まあ、じいさんが小さい時から、これだけはお前が何やってもいいけど、これだけは覚えて生きててくれよって言われた言葉を格言にして、まあ自分は頑張ってるんですけど、短大心象っていう言葉がありまして、まあ大胆でいてもいい、ただささやかなことにも気を使って生きてきなさいよと。その言葉をね、もうちょっとね、またうるうるしちゃうんですけど、それをまあ胸に抱きながらね、まあ頑張っていこうと、ね、格言にしています。はい、いいね。本当にその優しさと温かさとバイタリティをね、その袖ケ浦にぐんとぶつけて、はい、今後も期待しております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。